寝起きガラガラなんで、あ、そうですね。戻してください。わかりました。いつもはね、鬼のつくことわざを紹介してたんですけど、はい、今 CD でね、特別にね、はい、日常使いできる鬼滅のセリフをご紹介したいと思います。いいです。日常生活これからちょっと何ですか、何て言ったんですか。イエスボスって言ったんですか。イエスボスって言ったんですか。イエスボス。やっぱ喉潰されてるから、ね、まだ潰されて、そうそうそう、まだ感知してないから、回復してない。弱くてごめんね。気をつけて、気をつけてね。大丈夫大丈夫、元気出して元気出して、はい、さあ今回紹介するセリフがこちら。生殺与奪の剣を他人に握らせるな。はい、ちょっとごめんなさい、はい、桜井さん、こそこそでいいんで、ちょっと言ってもらってよろしいですか。わかりました、行きますね。生殺与奪の剣は他人に握らせるな。誰ですか。まだ寝起き、寝起きなんだよ。これ寝起きなんだよね。まだ寝起きなんだよ。ごめんなさい、ごめんなさい、また寝起き。僕急に言っちゃった。すいません、ね、どういう意味なんですか。これはですね、読みますね。読んでください。生殺与奪とは、生かすも殺すも与えるも奪うも絶対的な権力を自分で握るという意味です。なるほどね、なるほどね。ちょっとなるほど、怖いね。怖いですね、ちょっとね。怖いですか。これはつまり、はい、今日はカレーかシチューかってなった時にハヤシライスだみたいな話ですか。そうかも。え、そうそうですか。違います。顔洗ってきて。早見ちゃんは面白かった、そうですねって言っちゃった。じゃあ2人とも変わらないか。ちょっとそうかもって思ったけど、どっちかをなんか選んだりとか、そう、人生のこう岐路に立たされた時とかね。ああ、そういう意味ではね、そうそうそう、自分でこう選んでいかなきゃいけないみたいな。俺ね、正月に、はい、ちょっと年賀状当時ね、はい、いろんな人に出さなきゃいけないんです。手書きでやってたわけ、はいはい、時間がないからと思って、はい、で実家からもらってた餅を、はい、まあ 2,3 個ポンポンつって電子レンジでチンして、はい、でそれをね、食べながら、うん、頑張んなきゃと思ったわけです。チンして一気に食べちゃって、はい、一気に飲み込んだわけですよ。飲み込めなくなっちゃって、うわこれやばいよ。で、ダメですよ。ピタッと喉に張り付きまして、もう吐き出そうにも吐けれないぐらいね、ピタッと切れてきたら、余りましてね、電子レンジにやるとですね、餅ってね、くっつきやすくなるんですね。そうなんです。大丈夫ですね。最初ね、もう走馬灯じゃないですけど、来年になったら、なんか新聞とかになんか、こう、新人声優、新人男性声優、悲しい出来事だけで孤独死みたいになるのかな、なんつって思ってたんですけど、いや、もうね、そこで諦めなくてよかったなって思います。ものすごい勢いで指っていうか手をですね、口の中に突っ込んで、それはもう思いっきり引き抜きましてね。よかった。もう、そうですね。引き抜き、やっぱ張り付いてたからなんでしょうね。引き抜いたらすっごい喉痛くて。まあでも、エロスケみたいな声になるっていうね。命には変えられない。いや、でも気を使って。あそこで諦めてなかったからこそ、今僕はここにいる。よかった。素晴らしい。そうですね。エピソード。以上ですか。ありますか、皆さん。なんかその人生のね、決断みたいな。いや、もうのらりくらり来てるからね。決断したことは。いや、決断してますよね。本当、俺、常日頃。そう。本当に。ごめんなさい、自分のことですよね。悲しそうなこと言ってましたよ。裏切りだ、裏切りだ、なんだ、裏切りだって言われたけどね。時々ね、電車乗ろうかタクシー乗ろうか迷うことある。これも重大な決断なんだよね。確かに。確かに。桜井さんが言ってたのは、一緒にタクシー乗せてもらって、桜井さんがお金出してくれてた時は、俺は人のためにならいくらでもお金払うけど、自分のためには節約するって言ってた。なるほど、そういう。本当に言った。これ本当に言った。みんなそんな経験ある。そんなに持ちエピソード。お餅じゃなく
通りなの。そうです。あの、都市宝系の周りに浮き輪をしてると思ってください。あゆみちゃん、あゆみちゃん、びっくりするぐらい多分聞いてる人全然伝わらないと思う。きっとね、何言ってんの。あ、じゃあ、都市宝系に輪ゴムをつけてると思ってください。都市宝系に輪ゴムを巻きつけてるような、あの輪ゴムが浮き輪です。余計わかんない。そうだね、ガラケーだとね、ガラケーだと沈むんですけど、浮力がね、人間だと浮力が沈まない。それがつまり、水面、そうです、水中に要はケツがプカプカ出てる状態になってる。そうそうそうです、そうです。お尻がプカプカで、顔と足が水中で抜けなくなって、抜けなくなっちゃったんですよ。ふわと思っても必死でガラケー、閉じたガラケーを開こうと、はい、必死で動いて、そしたらやっぱうまく抜けて、なんかこうポーンね。沙織が餅だったって話です。さっき下野の話に送る餅が沙織だった。餅に送る沙織。一生懸命頑張った結果、餅、俺の喉に詰まってた餅がポーンと。そう、私は餅だって餅だって話を言いたい。なるほど。そうでした。よかった。松岡、寝てる。大丈夫ですか。寝てない。寝てない。じゃあちょっと僕の。あ、行く。まあ、ちょっとね、手短に話しますけど。やめろ。まあ、やっぱいろんなね決断をしなきゃいけない。こういう仕事があって、なんかこの仕事を自分にできるかどうかなみたいなね、やるかやらないかみたいなね。そういう時に桜井さんにね、ことあるごとに結構相談してた時期。素敵。あるんですけど、桜井さんは花井ならできるよって毎回言ってくれるんですよね。だから生殺与奪の剣を桜井に握らせた話。そう、主人公としてちょっとそれはそうなんですよ。そう結構とにかく俺はいいやつだってこと。そういうことですね。みんな分かってくれ。はい、いい人だ。桜井さん、いい人ですよ。いい人だ。いや、俺もね、ちょっと若い頃にね、すごいセリフよく噛むから、なんだろうな、俺も、なんか誰々がこういろいろ、なんかこういう現場でね、ちょっと本当ダメだったんだよ、みたいな話をしてる時に、いや、でも、俺もセリフめっちゃ噛むし、って言ったら、吉本の場合は、気持ちをものすごく込めようとするから、それで、勢いが余りすぎて空回りしたりとかしてるだけだろみたいなこと言われて、俺ね、本当に結構勇気もらったんですよ。桜井さん、カットするぞこの辺で。生殺与奪の剣今俺が握ってるからな。なんかむちゃくちゃ感じがいい。桜井さんありますよ。とある現場の時に、その時ドラマ CD だったんですけど、音響さんがまだそんなにお仕事されてない方で、ディレクションが全く分かんなくて、何回やってもなんか同じようなこと言われるしっていうので、相当へこんだんですよ、自分。もう何十回リテイクやってんの、OK 出ないし、言って、なんか最終的になんか、まあ、これでいきます、みたいな感じになって、プロ戦のスタジオ出ようと思ったら、その時に、ブースの、私を出てロビーのとこに行こうとしようとしたら、その時に桜井さんが、松岡、全然落ち込むことないぞ、俺もわかんねえ。あの人言ってること全くわかんねえ。だからそんな落ち込む必要ないからな。お前ウィスパーだっつってんだろ。お前テスラもウィスパーというテスラもお前忘れてるじゃん。そうですね。さあそんな感じで ね、これでまた一つ、桜井さんに詳しくなりましたね。ありがとうございます。それではそろそろ時間です。お時間、バイバーイ。バイバイ、おやすみなさい。以上、春日井ガラスのことづけでした。いや